サントロペはフランス南部パカ・バール県にあるリゾート地。20世紀初頭までは小さな漁村だったサントロペは1950年代フランスを代表するアーティストたちが好んで夏を過ごすようになりコートダジュールのリゾート地として世界に名を馳せることとなる。伝説ではサントロペはセイトロペという殉教者にちなんで名付けられたという。信仰を捨てなかったセトロペは 男子刑となり、その遺体はボートに投げ入れられ、そのボートがたどり着いたのが、現在のサントロペの浅瀬だと言われている。1615年、伊達政宗が派遣した、ハセクラ・ツネナが一行による、慶長検王施設がこの地を訪れている。これが、日仏交流の最初となっている。フランス革命の恐怖政治の時代には、ヒキリスト教系運動の影響でサントロペは、 エラクレスに解消させられた。ポール・シニャックの描いたサントロペ百8 9 2年、新印象派の画家ポール・シニャックが、ドランピア号に乗り、漁師たちが働くサントロペ港に停泊し、その後、この地で住宅を購入して、アトリエを構えた。やがて、シニャックのもとに、多数の画家が訪れるようになる。シニャックはここで、海辺や港の風景、ヨットなどを好んで描いている。 1920年代には、サントロペ出身の女性と結婚した、パリの劇場経営者、レオン・ボルテラが、海の見える高台にある城に、ジャンコクトーやアルレッティ、ココシャネルなど、当時の著名なアーティストたちを招いたことから、上流社会に人気のあるリゾート地となった。第二次世界大戦中の1944年、ドラグーン作戦の一環として連合国側に、 解放された最初の街が、このサントロペの街であった。1950年代、サントロペの街は、ブリジット・バルドー主演のフランス映画エデュー・クレイア・ラファムの舞台となった。1964年より1982年まで、ジャンジロー監督、ルイド・フュネス主演による、ルイド・フュネスのサントロペシリーズという映画シリーズ全6作が作られた。 サントロペに赴任する憲兵たちが主役で、現代では、サントロペの憲兵レジャンダルムでサントロペシリーズという、1971年発売のピンクフロイドのアルバム、おせっかいに、サントロペという曲が収録されている。ちなみに、同バンドは、その前年8月にこの地でコンサートを行った。また、1979年には、 ベルギーのバンドテレックスが、ルッキング・フォー・ストリート・トロペというアルバムを出している。1980年代には、リュック・ハメット、エリック・レイノルド・フォートン、ブリジット・ラ・エラ出演のラブコメディー・オンセカル・ルム・イオン、ブワ・フレア・サントロペが制作され、日本でも公開されている。地中海性気候に属する。ありがとうございます。